皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、8月の19日、18時、13分、先ほど、大社高校の皆さんと神村学園の皆さんの試合が終わりまして、今日1日の、甲子園の、試合、あとは智弁学園さんと京都聖翔さんの試合だったと思うんですけども、まあ、そのあたりについても、少し、触れてお話ししたいなと思います。大社高校の皆さんと、神村学園の、皆さんの試合についてなんですけども、まあ、途中までまあ私がテレビをつけた時3対2という場面で、神村学園の方が、1点リードしている状態で、まあ、大社高校の方たちにも、ノーアウトで、まずは、セカンドまで、最初のバッターの方が出られて、まあ、サードまで進んだ後、まあ、どういうふうな選択肢をされるのかなというところで、まあ、前進守備でしたので、まあ、私ならあの場面はワンアウトサードの時です。まあ、打ちに行く場面ですね。まあ、外野フライでも深いところでもタッチアップで1点入りますし、まあ、前進守備ですから基本的にヒットゾーン、後ろの方も広がってます。で、鋭い打球でゴロを打ったら打ったで、まあ、間を抜けていく可能性が高いと。ボテボテの時は、まあ、まあ、状況によってはゴロゴーみたいな形で、まあ、まだワンアウトっていう部分もあって、まあ、そこでまあ同点にできるチャンスだったんですよ。まあ、そこで、まあ、スリーバントに行かれたのは、まあ、ちょっと、うん、もったいなかったなというところですね。基本的に、あの、相手チームの方たちも、ボールを外していたりとかしていましたんで、あのスクイズ対策をされてましたんで、その場面で特にあの2ストライクまで来てる状況で、その状況で、スクイズという選択肢は、まあ、正直もうこれ、後の、後輩の人たちだとか、他の高校球児の方たちのためにもうこれ正直本音で言いますね、けなしてるんじゃなくて、その選択肢はないですね。だからあの場面は打ちに行ったらいいと思いますよ。で、まあ、まあ、大社高校の皆さんが今日、まあ、神村学園の方たちに、まあ、ビッグイニング、1回で4点取られて、まあ、最終的に8対2という形で終わってますが、まあ、どこでどういうふうな流れになる運もあるんですけども、神村学園の、まあ、10番の、ピッチャーの方なんですが、まあ、外角の右バッターの人の、外角のスライダーにだいぶ手こずっていらっしゃったんですけども、まあ、解説席にいらっしゃった、まあ、方の意見と僕はちょっと意見が違うんですよ。解説席の方はもう少し、ベース寄りに立った方がいいと、まあ、いうことをおっしゃってたんですね。で、まあ、そのあたりのところで、まあ、僕の方の意見としては、それをしてしまうと、今度、内角の対処はどうするんでしょうかということになるので、ああいう時って、対処方法、僕の中で確立されているものは、外角のスライダーに関して、ボール球とストライク、球があるわけじゃないですか。で、ストライクゾーンのそのスライダーを狙っていく。狙い打つだけであって、ボールゾーンはしっかりとバットを止めるっていう形になるんですけど、基本的にスライダー、球速は遅い、外角に来てるっていうことはもうスライダーだっていうことで、バットは、まあ、ボールゾーンのところなのか、ストライクゾーンなのかのところで、まあ、足をその、一歩、それから判断で踏み出して、流し打ちっていう方向のはずなんですよ。で、まあもちろん、ボールゾーンのところはバットは止めると。で、ストライクゾーンに入ってきてるところは、まあなんとか、これね、どちらの打ち方が慣れてるかどうかにもよるんですけども、上から叩きつけるような形で、
鋭い打球を飛ばすのか、それとも、うん、まあ、少し下からこうすくい上げるような形で、芯に当てて、とにかく内野の頭を越えてくれたらいいわけですから、その、ものすごくこうインパクトの瞬間に力がいるような状況じゃないんですよ。あんまり飛びすぎたら結局ライトフライとかになってしまうわけじゃないですか。ライト真正面だとか、ライナーで飛ばしたとしても。だからまあ、とにかく内野の頭を越えてくれたらいいわけですから、まあ、単打狙いで、そういうふうな打ち方を、まあ、するべきだなというのが、まあ、これはもう僕の中で確立されてる打ち方なんですよ。あんまりベースのそばに極端によると、それはそれで内角攻めにあったとき、打ちにくいでしょうっていうところがあるので、まあ、僕としてはそういう対処の方法ですね。で、まあ、智弁学園さんの試合と、まあ、京都成章さんの試合だったと思うんですけど、対戦チームが。まあ、小松大谷、石川県の高校、小松大谷さんの、高校について、まあ、今年は、優勝を狙いに行くということで、攻撃して、まあ、被災地のことがありましたから。まあ、結局は智弁学園さんにやられてしまってるんですけども、その、試合終わった後のその感想の動画で、僕ならこのピッチャーこういうふうに攻略しますっていうのを言っていて、まあ、正直、その辺の影響とかだいぶあったんじゃないかなと思います。で、京都成章さんの、まあ、試合の仕方として、各イニング、なんとか1点取ろうという形で試合を進めていって、まあ、最終的に4対0というような形と。で、まあ、イレギュラーバウンドは2回ほどあったと思うんですけども、鋭い速い打球を、打つと、まあ、特にある程度イニングが進んだ時に、ファーストの、ライン上、あちらの方に鋭い打球を打つと結構イレギュラーします。これは。かなり高い確率で。それまで打ち取られた人たちとかが、こう、まあヒットの人たちもそうですけども、ファーストを駆け抜けてるわけじゃないですか。グラウンド結構荒れてるんですよ。だからファースト真正面だとか、まあライン際のところのボールで、イレギュラーするのって結構珍しくないんですよ。だからそのあたりのところで、内角のボールは、しっかりと、引っ張って鋭い打球を、打つと、まあ、ファールにならない範囲でと、まあ、そういうようなところでそういう野球が、うん、まあ、そこまで考えていたかどうかは、まあ、分かりませんけども、まあ、今の話って、まあ、結構他の高校球児の方たちからしたら、あ、言われてみればそうだなっていうところあると思うんですよ。まあ、ファーストのラインに関しては、確実にある程度イニング進むと、グラウンド荒れます。で、イレギュラーする確率かなり高いです。だから、打球が鋭ければ鋭いほど、イレギュラーの仕方は、バウンドの弾み方は、かなり大きくなります。まあ、まあ、小松大谷さんとの試合が終わった後に、その、智弁学園のピッチャーの方に関しても、まあ、僕ならこうします、ああしますっていうことを言ってましたので、まあ、多少投げにくい部分はあったんじゃないかなと思って、まあまあ、こちらとしては、まあ、智弁学園の皆さんには、まあ、こういうことなんですが、まあ、どう打つかの部分ですね。で、そういうふうなところで、うん、まあ、今日は京都成章さんはしっかりできてましたし、まあ、上村学園さんと大社高校の皆さんの試合については、まあ、その、流れといいましょうか。まあ、両者はどちらもいいプレーがたくさんあって、で、まあ、ほんのわずかな、ところで、まあ、天秤が傾くといいますか。まあ、そういうふうな部分で、まあ、残念ながら、まあ、大社高校の皆さんは、負けてしまいまして。まあ、ただし、試合としては、すごくいい試合していたなと思います。最後の最後まで。得点
県にランナー、貯めて、またその時にも、4番で、それまで打ててなくて、今日の試合で打て、2安打されてる方が、バッターボックスに立ってると。すごくこう、何かこう、運命といいますか、そこの場面で、もしヒット1本出ていたら、満塁だったと思うんですよ。だからそこで、1本出ていたら、2点追加されていたら6対4で、で、まだ、ワンアウトで、まあ、ランナーが、2人残ってる状態で続いていくわけですから、その後どうなっていたかは、分からないと。まあ、そこも大きな、勝負の、その、この試合の、分岐点であったと。今日のその、試合についてですね。まあ、同点にできそうだった時のワンアウト三塁というあの場面。あの場面で、まあ同点にできなかったっていうのは、やっぱり、もったいないですね。あの場面は、打っていった方がいいです、本当に。外野フライでもそうですし、前進守備ですし。神村学園さんの方は勝ち上がってきたときに、今日の試合の前の時の試合が、そういう試合の仕方をされてるんですよ。前進守備の時はしっかり打っていくと。そちらの方は、やっぱり理にかなってますので、まあ、そのあたりですね。まあ、前進守備のところでスクイズ、しかもウエストボール、外してるボールを、何球か混ぜてきてるバッテリーも警戒してる中で、まあ、スクイズはやめといた方がいいですよ。それも相手の選手の動きを見たときに、2に作戦チェンジをした方がいいと思います。相手あっての試合ですから。まあ、それでも、まあ、大社高校の皆さんも、まあ、甲子園、すごく良い思い出になったんじゃないかなと思います。あれだけ多くのお客さんに雨の中も、見に来ていただいて、大きな声援、すごく届いていました。一生ものの良い記念になったかと思います。皆さん、お疲れ様でした。明日もまた機会があったら、まあ、中立という立場で、見させていただこうかなと思っています。以上です。明日も皆さんが、まあ、安全に、良いプレーができますように、期待して、拝見させていただこうかなと思ってます。以上です。長い間ご視聴ありがとうございました。